はね、マレーの洋服屋さんね。ラマンセイセブン。ラマンセイセブンに来ました。何を、な、ちょ、あ、ごめん、ちょっと噛んで。何があるんですか。え？何があるんですか。何？あの、絵とか。絵とか。絵とか、レストランがいっぱいあります。頑張るぞ。あ、はい。服屋さんがいっぱいある。洋服屋さんいっぱいあるね。マレー系の。そうだね。じゃあちょっと。芸術見に行きましょうか。そうですね、行きましょう。うん、洋服屋さん多いね。そうですね。すごい、素敵。そうね、女性やっぱり、あ、この色がいいかしらとかあるんだよな、やっぱり。綺麗ですよね。うん、綺麗。うん、あの生地の量が多いからね、やっぱりな。さあ、ここからですか。ですね。ああ、すごい、いっぱいある。じゃあ、行きましょう。これちゃんとやっぱりほら、女の子のインスタみたいにちゃんとで、これちゃんとお前渡すから。違うよ、ちょっと持ってる。神の裁きよ。こういうノリだよ、わかる？なるほど、はい、ガチのガチのインスタグラマーのやつやって。ガチふざけないやつ。ふざけないやつ。ふざけてないですよ、全然。そうなの？そうです。じゃあ、これだったら？あ、いいですね。あ、いいです、いいです。そうですね。今のは正解ですね。それやると思った。ワンパターンだな、お前も。じゃあこれちょっと俺もやってみて。うまくない。使えない。あら、これは何ですか？あ、じゃあ、あ、なんかもう、こういうのが来ましたよ。こういうのが来ました。じゃあ、その水飲んでもらいます。ちょっとあの芸術とガチのゴミとかの境目がよくわかんないですね。いや、なかなかいい場所だな、ここですね。うん、だってあれだって芸術の可能性あるよ、これだって。違う。でこれはほら、破壊っていう意味が。外国語できなさすぎ。あ、ここなんだね。じゃあちょっとインスタグラマーみたいに撮ってみます。ちゃんとインスタグラマー、女の子のインスタグラマーみたいな。お前そっち系のインスタグラマー見るんだ。お願いします。
まあ見たいよねこれね。あ、行ってみようかと思うもんね。キュベレーかフリーザかと思った。あれ真ん中の。うん。何が一番センスない。いや宇宙船だよ宇宙船。まあセンスないやわ。ポーション、ポーションと近い感じ。うん。ポーション。はい、わかりました。シアパってなんだか知ってる？え？誰？誰？誰だっけ？そうか。ああ、覚えてんな。捕まりますよ。ね、これさ、ダメだと思う？ B や B29 や B29、東京大空襲。お前長崎なのになんでだよ。ね、そん中入れる？お前、そん中入ってんじゃん。これは嫌だ。じゃあ次ちょっとヒンドゥー寺院行きたいんですけど、はい、ちょっと地図見てくださいよ、だから。すごくマレーシアな感じがして、もう気に入ってますよ。あ、やばい、俺最高すぎる。その先 U ターンです。マジですか？まったく死ぬだろうな。マジでちょっと一回止めよう。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。まだ結構あるな。え？あ、まあ、結構あるな。さあ、じゃあ本気なの先に一回休憩する？ちょっと気になったんで行こう。フードラッシュカフェ。なんかうまそうじゃない？なんかうまそうじゃない？ねえ、スラマッパギベサールって何だっけ？ベサールって何？でかいか？でかいだけか。うん。ちょっと金がないから、俺。申し訳ないんだけど。コピーサイゴンにしよう。コピーサイゴン。はい。コピーサイゴンビアさん。え？ビアサでいいよ。だって寺にさ、飲み物持ち込めないかもしれない。ああ、ここで飲まない？飲む。じゃあ、ベサールでいい。俺、ビアサでいい。ありません。
しい。いただきます。甘い。甘い。あの雪印のパックの。ああ、コーヒー牛乳みたいな。はい。マジですか。はい。いや、あれ好きだ。高校生に戻った気分です。どう。そうでしょ。そうだよね。まんまだよね。まんま。美味しいですね。美味しいですね。うん、いいとこ見つけました、ね。いいとこ見つけましたね。じゃあちょっとインスタ撮りましょうか。今日はインスタの旅なんだ。あ、なるほど。じゃあ待って、インスタって資格だよな。そうだよね。四角いの方がいいよな。ちょっと おじさんわかんないっていう。どうやってやんだっけ。いや普通に撮ろう。まあでも。こんな感じかな、インスタっていうと。あ、これ撮りますか。マジでなかったらどうするんだろう。ありがとう。パパ、もう一度。まあ落としててもどうしようもないね。落としちゃ落としてたでしょ。40分鬼電をして体育がありましたんで気を取り直していきましょうか。マジで綺麗になるから。1個ドラマが生まれました。ドラマがね。あ、ドラマ撮りたくなってきたな。さあ、あるのマレーシアのクアラルンプール近郊にある町でセランドール州のフードだ。ああ、素晴らしい素晴らしい金色の綺麗。ああ、素晴らしいじゃないですか。あの後ろの黒いビルとのコントラストもね、いいですね。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。インスタじゃない。これもインスタですかね。めっちゃ大事な式典とかあって叱られたりしたな。
ち映していいか分かんないね。すごいですよ、立派立派。これは足場ですよね。そうだね、そうだね。足場マン筋肉マンの、うん、ちょっとどうかな。結婚式やね。いいじゃないですか。うん。